なんか真ん中くらいに気になるものがありまして、これなんですけど、ああこれは、この部分だね。そうです、この部分のアップがこれなんですけど、はい、人の皮みたいになってる。あ、これね、はい、はい、それが何なんでしょうかという疑問です。なるほど、これがあの聖バルトロマイって言ったかな、聖人なんですよ。でその聖バルトロマイっていう人は今でいうインドとかアルメニアとか、要するにキリスト教じゃないところにキリスト教を広めに行って、それで捕まっちゃって、このカワハギの刑にあって殉教した聖人なんですよ。だから自分の剥がれた皮を持った姿で描かれる。なのに皮ついてんじゃんっていうのあるんだけど、そこは置いといて、皮、自分の剥がれた皮を持ってるのは聖バルトロマイなんですよ。でただ問題はですよ、そのこっち皮あるじゃんはいいとして、顔全然違うじゃんっていう、ここだよ和田さん。そうですね、ね、この顔は誰なんですかって話じゃないですか。実はこれミケランジェロ自身なんですよ。ああ似てますね。ミケランジェロのこう自画像なんですよ。どうしてこういう自画像を剥がれた皮みたいにして描いたのかっていう話ですよね、はい、ローマ教皇の個人的な礼拝堂がこのシスティナ礼拝堂ですよ。一番格式の高いそういうところに絵を描く、当然依頼が殺到するわけですよ。でしかもローマ教皇をはじめ断りにくい筋の依頼しか来ないわけじゃないですか。もう逆に不幸ですよ。で1503年30歳の時に当時のローマ教皇のユリウス2世っていう人に、あのわしそろそろ死にそうだから俺のお墓作ってくれと、あのローマの、ね、バチカンのサンピエトロ聖堂の中にね言われて、ローマに呼ばれる、うん、ミケランジェロ・フィレンツェの人だからね、うん、それでお墓の一部が有名なモーゼ像ですよ。この周り全体がユリウス2世のお墓なので、他に彫刻いっぱいあるんだけど、その中心にあるのがモーゼ像なんですよ。これを作ってくれて、まずこれから掘り始めるんだけど、ユリウス2世っていう人が気まぐれで天井画もやれって言い出すわけですよ。でマジっすかっていうことでやったのがこの天井画、天地創造と呼ばれる、まあ、旧約聖書の世界が描かれてるわけですよね。完成したその翌年にユリウス2世って亡くなるわけですよ。亡くなったらまたお墓やんなきゃいけないじゃないですか、うん、ところが次にローマ教皇になったのがレオ10世。この人はミケランジェロの故郷フィレンツェのメディチ家の出身、うん、それでそのレオ10世がね、いやメディチ家のお墓もやってくんねえかなってあのユリウスの墓もいいから、お前フィレンツェの人間じゃんみたいな、フィレンツェ帰ってきてメディチ家の墓やれようになる。だからこのユリウス2世の墓遅れに遅れるんですよ。そうすると遺族が黙っちゃないわけですよ。これで訴えられたりしてんですよ、ミケランジェロ早くやれよみたいな。大変なことになってるんですよ。こっちはやんなきゃいけないし、メディチ家礼拝堂はやらなきゃいけないしで、それで次にローマ教皇になったクレメンス7世もまたメディチ家の人だから、とにかくメディチ家の礼拝堂を片付けないとこっちに書かれないよっていうことになって、1533年にようやくメディチ家礼拝堂が完成。息つく暇もなくそのクレメンス7世が終わったって、じゃあ次これねって言ってひどいよこれ休ませてくれないわけですよ。さすがに断ったのよ、ね、ミケランジェロは。そうです、ね、断ったんだけど全然聞いてもらえなくて、どんどん先に足場組まれちゃって、もともとベルジーノの絵が描いてあった、だからそれ潰すのはまずいじゃないですか、これ生かしましょうよって言って、こう生かす案も出したのに構わんやれって、で俺は強行だぞみたいなこと言われて描いたんですよ。完成したのは1541年でしょ。だからミケランジェロもう60過ぎてますよ、うん、66ぐらいになってますよ完成した時。それをこの大作を、俺はもう62だけど、もうこれだけ描くのも無理だもんそりゃこうなりますよ、もうダメですで実際この後でもまだやらされるんだよ、でまたバチカンにあるんだけど、はい、それはもうね完全にダメになってる。あ、そうなんですね、うん、もう力が抜けちゃって、ついにミケランジェロ力尽きたみたいな。あ、分かっちゃうくらい分かっちゃうぐらい力のない作品に
なったりしてますけどね。もういつ死ぬか分かんないからって、そのから彫刻にまた戻ったりするんですけど、フラフラで力尽きてる上に文句つけられて、もう叶えませんよっていうのがこういうとこに現れてるわけですよね。この人がもうこんなになっちゃいましたと、まあ、そのぐらいミケランジェロっていう人はものすごく働かさせられた。それがこの皮を剥がれた抜け殻男の秘密ですよ。これは本当に抜け殻になったミケランジェロ自身の自画像だったということで、才能がありすぎるのも困りものっていう話ですよ。